松本有ヶ関高校、5番高木龍之介君、松本工業高校、6番斉藤浩太君、松尾学園高校、7番山田洋太郎君、信州大学、8番宮沢陸也君、高田高校、10番辻野智樹君、信州大学、10番小沢圭也君、松本有ヶ関高校。以上10名の出場で男子 3000m 障害の決勝スタートです。男子 3000m 障害の決勝です。この種目も中心選手権では長らく行われていませんでしたが、1976年、10分29秒8、松本陸橋の小前君の記録が大会記録として守っております。長く記録は8分48秒56、全国高記録は8分51秒11。男子 3000m 障害の決勝、ご覧ください。大高君は 4m の高さに上がりました。上田圭吾と松本国際高校、松本大学の小松明子君、そして信州大学の辻野智樹君としておきます。3人の先頭集団、松本工業高校の高木君、松本有ヶ関高校の村松さん、さあ先頭集団はまもなく 1000m、1000m 3分14秒、3分14秒での 1000m、大会記録を狙えるペースになっております。大会記録は10分29秒、あと40秒ほど、前ということになります。男子 3000m 障害、上田君、松本国際高校、そして小松、松本大学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 、
校を走りますのは上田君、松本国際高校、そして小松明人君、松本大学、3位集団の3人、松本工業高校の小脇君、新世代の辻斗君、松本大学高校の長瀬君、男女ともに3回目の野球を終了しまして4回目以降の投球に移る模様です。女子トップは創成高校の川本さん、男子トップは松本綿尾高校の中野雄星君。6分38秒、上田君が 2000m6 分38秒でしょうか。この間3分24秒、男子 3000m 障害の先頭、上田圭吾君、2番手には高校の先輩が上がります。マスク松本大、上田君が残り1周、小松君が残り1周切りました。久しぶりの開催となったこの種目、上9分35秒、さあ先頭松本国際高校、上田圭吾君、10分1桁でのフィニッシュ。